始まりました。アカデミックメグエ。アカデミック。アカデミックとは学術なんとからしいね。アカデミックメグエ、昨日愛について語りましたけど、愛なんて分かんねえよ。愛が分かってたら離婚とかしなかっただろうが。本当、愛って本当形がなくて分かんないですよね。あんな定義づけましたけど、うるせえバカ野郎、何が無償行動じゃい、しねえよ無償行動なんて。そんな日頃からそんなん精出せねえわ。もう本当無償行動本当に愛は悲しくなるだけだもん。話題を変える、今日、やるワードはこちらです。ダーン、 5G。 これね、 5G ですけど、まあ、よくこういうのをやると、大体 5G に当たりますけど、私の 5G はこちらでございます。5の G です。違いますからね。そんじょそこらの 5G じゃないですよ。で、これちゃんと詳しく言うとこうなります。 5G per day。 何かというと、まあ、1日に5回 G をするってことですね。素晴らしい。これそれこそが、5G です。1日5回、G をする。だから訳して 5G ね、これはもう分かりやすい、直感で分かりやすい。ああ、そういうことだったのか。あ、5回やることが 5G だったのか。へえ、みんな思ってるかもしんないですけど、これはある、国家問題に向けて、政府が出したプロジェクトだと調べました。うん、どっかに載ってました。うん、分かんない。どっかで見たか分かんないけど、どっかで載ってました。それはどの問題かといえばこの問題、少子化問題。そうです、今先進国では40ぐらいの国ではどんどん人口が減ってるらしいんですよ。これを食い止めるために政府が G をしなさいというわけで、少子化問題による、5G なんで、5回目の企画でございますね。もう少子化問題5回ぐらいもう争ってるらしいんですけど、今回の5回です。はい、というわけでこの 5G、 5G って言っても G の方の G ですけど、じゃあどんなものがあるのかっていうの、3つ大きく特徴がありますので、その特徴を1つずつ、解説していきたいと思います。まず1つ目はこちら。1人で複数の相手をできる。やったー。いや違いますよ。毎日 5G の鍛錬を重ねれば、まあ俺まあもう無理ですよ。もう1日に何人もとか無理ですけど、 5G の人たちはもう1日何人でもいけると。もうこれあれですよ、スマホに例えるなら、まあ、SIM カード、まあ、1個のアンテナですよね。あ、1個のアンテナで、いっぱいこう、SIM カードをさせるんですよ。もう家電とか全部にさせるわけですよ。1個のアンテナですよ。1個のアンテナで、じゃあ、もういっぱいさせるから、じゃあね、すべてのこの電子機器に入れてやれ、みたいな。電子レンジに入れよう。そして、冷蔵庫に入れよう。パソコンに入れよう。カメラにも入れてやれ。照明にも入れてやれ。このテレビにもぶっ刺してやれ、みたいなのが、まあ、例えるなら 5G です。でもこれはもう一人でもう何も人種関係なくですよ。もう嫁だろうが嫁じゃなかろうが、バカ野郎お前そんなこと言うな。嫁一筋だわこっちも。バカ野郎そんなこと今言わせんの、危ねえ。 5G の波に乗っていっぱいやるとこだって危ねえ。いやでもまあ独身の方はどんどんこうやってもらって、一夫多妻制の国なんかはもう 5G はもう本格的に始まってるみたいですね。というわけで次、2つ目はこちら、高速で大容量でございます。何が高速かって、天下ルーペっていうのがありまして、で、まあ、自分のこう見れるんですけど、こう見て自分の見るとやっぱこういう速度なんですよね。ちょろ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 みたいな速度なんですけど、うわピシュッそれがピシュッってめっちゃ速いの、この自分のあれがもうすごい速さでこう駆け巡るの大容量ですよ。もう量もすごいと。だからもう目標のゴールに、これもう高速、なおかつみんなで到達できるんじゃないかというとこですけど、だから本当は1匹しか入れないところも5に5匹ぐらい入るかもしれない。でもその分だから、出産率が上がるんでしょうね。高速で移動して、大量で高速なやつが移動したらもう瞬間にできちゃうんで、これもすごいことですよ。それもちゃんと 5G のおかげですよね。で、最後に 5G、こちらでございます。低遅延。これは分かります？低遅延、何が低遅延なんだと。よく 5G のことを言うと、低遅延って何なんだっていうところなんですけど、まあ車乗ってる時に運転するじゃないですか。で、人が前にバーって来たら危ないって言って、こう脳がまず危ないっていうのがあって、で、足でブレーキをブーンって踏むんですけど、危ないブーンってこう踏むのの時間がどんどんこう短くなって
ってるっていうのがまた低遅延、遅れてないんで、このだからね、あの反応速度っていうんですけど、その反応速度が速ければ速いほどすぐにブレーキを踏むことができると。だこれを電波にすると、あの、まあ、センサーは 目の代わりにセンサーがついてるわけですね。センサーが人を感知して、おっしゃブレーキだっていう速度が速ければ速いほど、あの事故が起きないと。でこれももうまさにこのロケットも本当発射だ、発射の時刻が速いんですよ。わかります？もうバンって入れる瞬間にバーンって出ちゃうんですよ。もう先端触れただけで出るみたいな。これあの自然界では早ければ早いほどその生命体は優秀とされてるんですよ。でちなみになんか世界一早い動物は10秒ぐらいらしいんですよね。10秒でこう発射まで行くわけなんですけど、で猫が割と早くて、猫が15秒って書いてあったランキングで、4位かなんかで、猫はなんと15秒でバーンって出るけど、この 5G にすれば多分1秒2秒で出るのかなみたいな感じですね。というわけでおさらいしましょうか。 5G というのは、複数を相手にする、そして、低遅延だ、そして、高速で大容量である、この3つが重なったら、少子化問題は解決されるだろうと言われてます。みんなすごくためになったね。明日学校で絶対言わないようにメグインが言ったとは内緒だよ。さよなら。二度とやりませんと言ってた、明日もやります。